ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメント一つ、0324パメロンさんからのコメントです。錬金の時だけでも、下画面見せていただけると嬉しいですというコメントいただきました。はい、ですね、錬金の動画、この前撮ったんで、その時に、下画面付きで、はい、撮っておきましたんで、はい、ありがとうございました。ですね、結構コメントそのまま自分読んでないんですけど、よりわかりやすく伝わりやすく、なんていうのかな、自分なりの言葉でって言うとちょっと変なんだけど、ちょっと文章と変えさせて喋らせてもらってますんで、ご了承お願いします。そうですね、下画面を見せて、あ、待った、ごめん、ノーマップなっちゃうのか、ここ入るとだいぶ道中をカットしてしまってるからあれなんですが、こんな感じの孤島に来てまして、で、この下ですね、船のマークの下がベルガラック。で、北にまっすぐ進んで孤島に着いております。はい。はい、では続きやっていきます。いいっすね。順調ですね。のっしドルマゲスは気づいてますね、主人公たちに。来れるもんなら来てみなよと言わんばかりの誘われておりますが、さあ、あ、全然入れるのね。結界とかじゃないんだ。お、暗い。でもいいのかな、まっすぐ進んじゃって。おや？君たちが先に行ってしまったので、ようやく私たちも意を決して追ってきたのだが、一体何が起こったのか説明してもらえないか。入ってみたんだけどね、なんか結局出てきちゃったんですよね。遺跡の中から溢れ出す闇は、あの道化師ドルマゲスが張った暗闇の結界なのか。この結界を破らなければ先に進めないとは、厄介だな。暗闇の結界、闇。そういえばサザンビーク王家には闇を払う魔法の鏡が伝わっていると聞いたことがあるな。その鏡を使えば、あるいは、確かサザンビーク城はベルガラックから遥か南東の方角だったか。はい、ということでね、これをクリアするためにはこれをクリアしなきゃいけなくて、それをクリアするためにはこれをクリアしなきゃいけない、この無限ループ無限ループ入りました、ありがとうございます。ということでね、サザンビーク城行きたいと思います。このドラクエの仕様好きだわあっちクリアするためにこっちクリアして、こっちをクリアするためにそっちをクリアする、このパターンいいっすねたまらないですね。さあ、ということでね、ルーラーあったからよかった。サザンビークですね。まあ、夜だけど突っ込んじゃいましょうか、お城に。全然ここまだ探索してないんだよな。早くベルガラックのね、カジノで遊びたいんだよな。カジノ好きだからね。あ、でも夜だとこれあれかな？入らせてもらえないかな？あ、やっぱりそうか。くっそ、ちょっと距離あるんだよな。休みどこまで、宿場まで、ちょっと時間はかかんないけど、距離があるから。これだったら最初から行ってればよかったですね。これですね。これは、また一番遠くに入り口がある。はい、ガッチャンこと。はい、どうも。やばい、金がない。金がない。コメント欄見てるとですね、結構皆さん声優さんについて詳しいんですね。自分アニメ見るけどね、声優さんは全然わかんなくてね、特定の人の、あ、この声だっていうのはもう覚えたんだけど、その方の、名字、氏名、使命はちょっとね、覚えられない人なんだよね、なんかね。
皆さんすげえなーって思いながら見てます。本当にコメントありがとうございます。いつもやっぱコメント欄にこうやってコメントがつくとね、本当にありがたそうね。毎回しみじみ感じますよね。お？ああ。コメントがつかないとき、つかなかったときっていうのをやっぱ経て今に至るわけでね。本当にありがたい。ありがたい気持ちでいっぱいである。総じて珍しいタイプだと思うんだけど、RPG の実況の方が自分は結構コメントいただけたりする率が高いみたいですね。やっぱり RPG 型っていうか RPG の印象が結構強いのかもしれませんね。まあ RPG かアクションかっていうところで、あまりこのドラクエとかをさ実況する人が多くないからかな、っていうのもあるのかもしれないけどね。確かにね、RPG の実況はね、どうしても長くなるからね、皆さんやりたがらないんだよね、実況者さんもね。もちろんやってる方もいるけれども。王の間がマジでどこにあるかわかんない。これは一体どうなってんだ？めちゃめちゃ広いな。お。お、盗賊の鍵で開けれるパターンか。三河氏の服か。そろそろ、魔法の鍵も入手していきたいところなんだよね。たまに開けられない宝箱にさ、巡り合って、悲しい思いをするから。行くべきところ間違えてるみたいだな。ここ行ってみるか？グラビウス王も王何上も。チャゴス王子と来たら。さあ、出ましたね。サザンビーク名物、チャゴス。思い出すなぁ、チャゴス。あのね、まあいいや。言うのはやめとこう。ここじゃないな、多分な。こっちの階段じゃないな。この一個隣の階段ですね。王の間は普通に城の一番上にあるのは間違いないと思うから。じゃあ、あの、右上にある階段、あ、そうか。皆さん見えてない。え、これまさか。ちょっと待って、ここが王の間の説がある。この赤絨毯と、あ、王の間の可能性がある。いきなりドアが騒音になったもん。ほら！うわ、よかったー。気づいてよかった。いかがされましたか、クラビウス王。お加減でもよろしくないのですか？あの旅のものが何か？いや、なんでもない。他人の空にだ。よく見れば全然似ていないではないか。何かありそうな感じもしますが、まあ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 。何？魔法の鏡だと？なぜそなたが我が王家に伝わる家宝を必要としているのだ？おほう、事情は分かった。だが魔法の鏡は王家の宝である。持ち出すことはならぬ。やっぱりダメでガスか。ま、そんなこったろうと思ってたよ。花から借りられるとは期待してなかったけどな。どうすればいいのよ。サーベルト兄さんの仇を討つには魔法の鏡が必要だってのに。ところでそなたの話では、旅の間は幾度となく危機をくぐり抜けてきたとのことだったな。ならばやはり腕っぷしの方も我が国の兵士に劣らぬほど強いのか。王様、まさかこの者たちを城の兵士の代わりに。察しがいいな、大臣。よく聞け。我が国は広く民衆に開かれてはいるが、何でも聞いてやるほど親切ではない。だが何事にも例外はある。王家にとって恩義のある人間の頼みなら良きに計らうよう努めるだろう。魔法の鏡が欲しいのだろう。ならばわしの依頼を引き受けてくれ。来ました。魔法の鏡がくれてやろう。この流れな。チャゴスを呼んでまいれ。かしこまりました。頼みというのは我が息子チャゴス王子のことなのだ。
我が国には王者の儀式という命を落としかねないしきたりがあるのだ。チャゴスはこの儀式を嫌がってな。できることなら息子を危険な目に遭わせたくないのだが、時代の王となる者は必ず通過しなければならない儀式なのだ。わしは迷いに迷い、城の兵士を護衛につけることも考えたのだが、やはりそれでは王族としてのメンツが立たん。そこでこの国のものではないそなたに秘密裏に護衛を頼みたいのだ。表向きにはチャンス一人で儀式に出発したことにしたいのでな。王様大変です。王子がどうかしたのか。申し訳ございません。ここへお連れする途中王子に逃げられてしまい見失いました。見つけ次第大至急お連れしますので、もう少々お時間を頂戴したく。バカ者が。すまぬが続きは後にしてくれ。王子がいないことには話にならんのでな。はい、ということでですね、今度はチャゴスをまず見つけてこなきゃいけないっぽいですね。大変だ、本当に。よく聞け、誰が来ようが絶対にここから出るつもりはない。なるほどね。見つけたんだけどね、ここじゃないらしいね。あった、これだ。この下の階のね、メイドさんがね、教えてくれました。なんかトカゲが出るらしいと。ってことはこれですね。あ、これはもう入れたのかな。入れたっぽいですね。そうですね、こいつくるんって回れんだよね。お、トカゲか。ほほ。なんだ、何か落ちてきたのか。おぞましい、なんでトカゲがいるんだ。あ、戻るのか。なんか、チャゴスあれだな。声優さんの声がついたおかげで、憎たらしさが少し減った気するな。声優さんのなんか優しさみたいなあれやつが伝わってきてしまったのかもしれない。もっと憎たらしい感じだったんだけどな、自分としては。いや、だいぶコメントで煽られたかな、気持ちが。そうかもしれないな。2回。実況してから月日が経ってますからね。これチャゴスの部屋ですね。力の種。二段ベッドだけど、こっちに入れたの？あれ？
タゴスどこ行っちゃったんだろう。てか、兵士たちもいなくなってますね。人に聞いてみるか。なるほどね。じゃあお父さんのところに連れてこられたか、連れて行かれたかな。もう一つのミッションこなすのに超時間かかりますね。とんでもねえな。さすがチャゴスだわ。おお、ちょうど良いところに来てくれたな。一応紹介しておくべきかな。この者が我が息子にしてサザンビークの次代の王となる者、チャゴス王子であるぞ。お待ちください父上。なぜこのような見るからに身分の低そうな輩にこの僕を紹介するのですか。身分なぞ問題ではない。お前の儀式を補佐してくれる者たちにお前を紹介するのは当然のことであろう。めちゃめちゃ弱いドフラミンゴみたいなやつですね。儀式ですと？僕はそんな話聞いておりません。行くと言った覚えもありません。何度もトカゲは嫌だと申したではありませんか。よく聞けちゃごすよ。どんなに嫌でも儀式を済ませ強い王になれるとわしらに示さねばミーティア姫と結婚できんのだぞ。僕は結婚なんか別に。本当にそう思っておるのか。聞けばミーティア姫はそこにいる女子に勝るとも劣らぬボンキュボーンなスタイルと聞くぞ。どうだ、行く気になったか。私を出しにしないでよね。チャゴスよ、城の者が陰でお前を何と言ってるか、ここでわざわざ言うまでもないだろう。少しでも悔しいと思うのなら儀式を済ませ男を挙げてみせろ。そこにいる者たちも陰ながらお前の力となってくれよ。行ってみようかな。でもやっぱりどうしようかな。おお、行くと申すか。表向きお前は一人で王者の儀式へ出発したこと、一足先に城下町を出て門のそばにある彼らの馬車に乗り込んで待っていろ。よいな。え？よし大臣、チャゴスを早速儀式へ送り出せ。サモを一人で行ったように見せかけるためにも兵士を連れて行き派手に門の前で見送らせろ。はは、仰せの通りに。そんな、僕はまだやっと生きよったか。くれぐれも護衛のことは誰にも口外しないでくれよ。あと王者の儀式に関しては城の外でチャゴスにでも聞いてくれ。そなたが見事この任を成し遂げてくれれば約束していた魔法の鏡はくれてやる。はい、ということでですね、チャゴスの護衛を任された主人公エイトたち一行でございました。まさか初見の方はびっくりしたでしょうね。このチャゴスがミーティア姫の結婚相手だったんですよ。そうなんです。さあ今後どうなっていくんでしょうか。ということでこのパートはこれにて終了させていただきます。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。